大谷翔平、山本由伸両投手の加入したドジャースのユニフォームが中日そっくりだと話題になっている。日本だけでなく、米国人もその酷似ぶりに驚いていた。6日のオリックス中日戦を観戦したドジャースファンのサム・アースレイニアンさんは、着てみたらびっくりだよ。めっちゃ似てるってと笑った。二人が行くことが可能な日程がこの日のオリックス中日戦だった。以前から所持していたムーキー・ベッツ外野手のユニフォームを着用して球場へ向かった。いざ、球場に到着すると、チーム名の書体や赤い番号と似たユニフォームがずらり。中日は第一次星野政権時代の1987年にドジャースと業務提携を結んでいた縁で、似たユニフォームを着用することになったが、アースレイニアンさんはもちろん知らず、ここに来るまで知らなかったんだ。着てみて驚いたよ。マジでそっくりだって。ドジャースファンがいっぱいいるのかと思いましたと笑った。そりゃ似てるわな。似てる。ぱっと見ドジャースにしか見えんもんな。業務提携してたのは知らんかった。ユニフォームが似てること以上に、急に取材されたことの方が驚きが大きそう。ここに来るまで知らなかったんだわ。さすがに嘘じゃないか。ドジャースのユニフォーム持ってるぐらいだから、ドジャースファンで野球好きだろうし。日本へ来てわざわざ野球見に行くぐらいだから、ドラゴンズがどんなチームなのか、どんな選手がいるのか検索ぐらいするはずだが、本当に知らずに来たのであれば、ミーハー中のミーハーやろこれ。画像検索すると、1988年から1996年まで在籍していた上原明投手のユニフォームの方が近いわ。背番号17の大きさ、キャップのロゴそっくり。ロゴは星野さん時代の提携もあるけど、かなり昔からのものだと思うんやけどな。昭和29年の日本一の写真見ても今のロゴだと思うわ。筆記体を支えるラインが短いか長いかの違いがあるで。昨日の侍ジャパンの試合で青山学院の西川選手の大学での活躍シーンが紹介されていたが、あのユニフォームもドジャースそっくりやったな。他にもよく目にするデザインやから万人受けするんやろ。ドジャースとの業務提携する前の歴代ユニフォーム見たが、結構ええやん。去年もマリーンズのビジター応援で京セラドーム行った時もビジター応援席の方にブルージェイズユニ来た外国人数人来てたから、チラッと話したら川崎好きって言ってたわ。